はい、ひとつき万冊清水です。ということで、今日はですね、まあ、岸田内閣、えー、第100代内閣総理大臣、岸田文雄君が発足いたしまして、岸田内閣が生まれましたーということなんですが、これを、まあ、チェックしていこうということなんですけど、まあ一言で言うとですね、原発内閣というふうに、いや、もうダメだめだ、放射能内閣と呼ぼう、うん、国民被爆放射能内閣岸田ということで、 き、えー、今日はです、ね、本間さんとちょっと話をしていきたいなというふうに思うんですが、まあ、本間さんはね、えー、原子力関係のあの主に電通と広告問題から見たあの原発広告という問題で本を書かれていて、私は大変それが好きなんですが、いやもうおめでとうございます、岸田総理ということで、ですね東証一部上場、日経平均株価は大幅値下がり、どん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 株価が下がっていく、ねもうなんなんだ、これはと。やれやれ。 いいうわけで、えー、本間さんよろししくお願いしますよろししくお願いします素晴らしいですね、株価もどんどん下がって、もう岸田内閣万歳っていう感じで。ね<え>、うん、なんか、いまいちもしかするとさ、うん、運がないのか、この内閣はみたいなね。<laughs> いやこういうのって大事なのよ。大事でら。やっぱり発足した時に株価爆上がりしたとかさ、なんかいいことがさ、うん 今日が何かあったみたいな話っていうのはさ、うんうん、やっぱりね、原担ぎってやっぱりどうしてもあって、うん、だけど、ちょっと下がってるでしょ。うん、で、しかもさ、あのー、まあ選挙、うん、まあなんていうんだろうな、前倒しっぽい感じで、うん、今月末にやると。 いやーめちゃくちゃ早いっすよねあれうんほんとびっくりしたわでさあれはさだから全国の自治体の職員にとってはめちゃくちゃ迷惑なんだよねいやもうあの普通はさ解散って言ってから2週間はこの間も置いて準備してねじゃあそれでからっていう風になるからどれだけ急いでもまあ、えー、11月の7日から14日ぐらいかなっていう風に。 こう思っていたら、うん、解散してから5日後に告示って、<laughs> ちょっと待って、すごいよね。ブラック労働させる気ですかっていうん。いや、もう自治体の職員対してはそうよ。ああ、そうだよね。うんだって、ほら、あのー、いわゆるほらこのかこのポストー貼る看板ね、例のさ。うん、あれ、またもう超急ぎで発注してさ。うんそれで だってほらポスター出来上がってきても、貼るとこなかったらまずいじゃん,、うんうん。だからあれはさ、ポスターがすり上がる前に出来上がってないとい、うん、あれはね、掲示板はね。だか、うんまあ、まずあれやんなきゃ、大急ぎでやんなきゃいけないし、うん、それでまた、なんていうの、ほら、立候補者の、もう戦艦立ち上げて、立候補者の受付やってさ、うん、ああ、もう本当にもう、すごい時間ないと思う。 大変だと思うようよっていつもなんか選挙あるとほんと自治体の職員ってなんか大変だなっていつも思うけど今回特にあの時間がない、うん、でしかも自治体もさ今収まってるとはいえコロナ対応でとにかく大変じゃんいや大変よねえあの今暇な自治体なんかないからさ、うん、やっぱワクチンのね、うん 関係で、うん、だからね、まあね、まあそうや、それを言っても、まあ結局、じゃあ、いつ選挙やんだよって話になっちゃうけどさ、うん、まあ今、収まってる時にやっちゃった方がいいんだって言いやまあ確かにその通りなんだけど、あまあ、のあのとにかく時間がないから。この要するにポスターの掲示板をですね、大急ぎで今、作って、うん、立てて。 でそれでからコロナはやったら大変だからソーシャルディスタンス取りながらマスク取ってまだ暑いな夫婦とか言いながらやるわけですねそうそうそう、うん、結構マジで大変ようん大変だと思う忙しい、うん、同情するよ本当に、うん、お疲れしゃんって感じ、うん、大変ですようん,ん,んで うーん、そのね、さっき言ったさ、5週5週まあ結局、なんでこんなに早くやるかというと、ご周儀相場が続くうちにやっちゃえみたいなさ、うん、な、話なんだが、なんだが、りじゃもうもうご周儀相場に日経平均は関係なくなっちゃってるし、うん、そうなのよね。えー、で、さらにさ、中国恒大が破裂したらさ、5周儀どころか、お前、 あのー、中国の陰謀ボカーみたいなぐらいのさ、要するに新内閣、まあ、実質的には来、えっと、あごめんごめん、今日火曜日か、あ、うん、あのー、まあ、これから短いけど、ちょっとだけ国会開くじゃん。ほ、うん、んで、その間に中国恒大が破裂なんかし,した日にっさ、結構、まあ、パニックになるじゃない、やっぱり。ちなみにあの恒大集団のことを知らない人向けに言っておくと、もう。 世界の投資家が大注目恒大集団ですよ33兆円の負債を抱えて第二のリーマンショックの引きになるんじゃないかとねえであの皆さん、えーね、中国が嫌いな皆さんに言っておきますけどね中国ゼメとか言ってる場合じゃないかもう日本にもとんでもない影響あるよこれうでさあこれすごいなって中国思うのはちょっとねすごいなーって思うのが恒大集団の再建者たち い、うん、いるじゃないですか要するにマンション買ったけどもあ、うん、あのー、まあ、どうすんだとか不動産会社潰れたらどうすんだっていうのをですね債権<ー>者同士の交流<ー>禁止おおおおおまれると困るおお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 お <laughs> あ、何？しシュウちゃんがそう,言ういうい言ってんの？命令あこれはですね、のあの個人の債権者たちが SNS でね、うん、集まってるんだけど、うん、あの、ね、ビーチャットとかあるじゃないですか？テンセント。うん、これでですね、えー、SNS のグループを作ってたたけですよツイッターで、うん、ね、うん、あまあ日本で例えるんだったら、Facebook グループとかツイッター上でこうね、自民党お酒んなーと岸田内閣を倒せーとかって言ってるグループが急に使えなくなった えすげえなそういうことですはいやるね,ねでなんでっていうふうに言ったら「いや規約違反です」「ははは」って言われるだけ絶対中国 <laughs> 習近平の影響でしょこれと考え <laughs> えなか <laughs> いややっぱねこれ見習って自前のアプリ作るべきですよ日本政府も、うん、だから YouTube とかさフェイスブックとかツイッターでいいようにずっとギャーギャーギャ,ーギャー言われ続けるんだよ に国産アプリを作っておけばですねきちんと富が日本に流れる上に税収も増えなおかつ何かあった時にこういうやがらしもできる日本政府は今すぐ日本版の google facebook twitter を作るべきである福島のね被爆したところにね、うん、あのサーバーとか立ててなんとかせい本当にうーん今度、うん、まあ今更感は強いけども次の次を狙うしかないねうん、うん そういうことをやってんだ、中国。やってますよ。ああなあ、じゃねえとな。もう何か、もう一押しぐらい何かあ,あるとね。爆発しますよ。たださは電力不足とかしなんだ中国全土からさ、黄色いン巻いてさ。何 <laughs> だ、黄金糖の乱じゃねえんだけ牛刀をこうやって振りながらさ、ああ走ってくるじゃん。聴覚と聴路と、えっと、なんだっけな。聴覚、聴路 <laughs>、もう一 もう一人はせい。あのう、こうきんとうの三兄弟ね。ねうん、うん、あれが攻めてくるからね。うんうん、攻めてくるって、どこに攻めてくるんだ。<laughs> 北京でしょう <laughs>。北京か。<laughs> 怖いなぁ、本当ね。あ、聴覚聴量だ、もうい、もう一人は。<ー>あ、うん、聴覚、聴法、聴量でしたね。すみません、間違えました。うん、懐かしい。 降、ね、天すでに失ったばいよね。降天すでに失つ、降天すでにたたえ降天たつべしってやつだったっけ確か。降天一旦すでにおあのもう倒れてるねあのべきを倒せってでそうするとあの三国志的に行くとですね次は義職後の三国時代に突入しますから大変なことにありますよ、まあ、そんなことになったらまあ降天、まあ、ではなくて今の場合は赤天だろうけどね。赤 <laughs> 天赤天 <laughs> 赤天はまだ死んでないからい、まあ、元気いっぱいです。<laughs> 赤天は中国で今輝いておりますよ。輝いてるよね。輝いておりますよ今。輝いてからそこにさ、うん、黄色いあれと牛頭じゃちょっと勝てねえだろうな。無理です。まあそういうわけであの中国がですね日陰を抱えておるわけですよ。うん、大変な状況です。 <で>だからさ、それとかはこれね、本当、まあ、今、株価が下がってるところに追い打ちをかける危険性すらあるわけです。うんはい、っとなんか、その時期にわざわざ選挙やる人がうどうなんだみたいな、ね、ちなみに、あのー、日経平均が下がった理由はですね原油価格が高い。うんうん、で原油価格がですね、えー、なんで高いかっていうとですね。<laughs> これコロナの影響などうしてどうして原油とコロナかっていうとまあ港がね閉鎖されたりすると混んだりするか,、うん、だからそういうので原油価格が上がってるんですけど先物が上がるというこまあちょっとすみませんね経済のテクニカルな話なんですけども、えー、原油の今の価格が上がったんじゃなくって先物価格が上がったんですよ。 うん、つまり経済的には、ああ、これからコロナ収まらない、この物流の混乱も収まらない、早く買っとけ、早く買っとけっていうふうに、予約金が上がっていった。ってことは、これ、しばらく影響あると思うよ。もの自体はあるのにさ、うん、その物流コストで上がっていくっていうね、今まであんまりなかったパターンだよね、うん、結局ね。 だから、スリンもすごい上がってるもんね。はい、そうです。だから、ほら、なんだっけ、アメリカのさ、なんだっけ、ほら、うんと、原油じゃなくて、アメリカの。あの、シェールガス、はい、あ、そうそう、シェールガス革命でさ、うん、もう原油なんかもう撲滅されるのかと思った一時すごい原油価格が下がったじゃないうん。うん、まあ、だけど、なんだろまた元に戻っちゃってるよね、今ね。まあ。 だちょっと今までの状況とは違うんでね、この原油の,、うん、あの値上がりの状況は。まあ、どっちにしろあの、原油が上がるということは、ですね皆さんも、えー、スーパーに行けば最近、物が高くなったなっていうふうに思うかもしれませんが、すべての値上がりにつながりますからね、だって、うん、あのみかん1個運ぶのだって、うん、あのガソリン、ねで、火力発電所回すのもそうだし。 まあいろんなものすすべてがが値上がりする、うん、だから岸田さんは「運がないねお」って言われるかもしれない。うん、それ結構大事だから、うん。この船出のところでさ「うん、あのうんこいつ花もなきゃ運もねえな」みたいなこと言われちゃうとね <laughs> そうなんかねなのででもね岸田さんは言うよ 原油が値上がりしています大変ですエネルギーの安定供給原発再稼働させましょう <laughs> もうもそういうことを言い出しそうな人を周りに置いてるからな、うん、だってこの何気に原発をですね、えー、進めていないっていうかむしろ止めていた菅さん、うん、そして核燃サイクル政策見直しというふうに言っていた河野さん で環境財人だった小泉さんのあやつがですね全員格外に消えてですね「原発万歳原発万歳原発万歳!」っていう人が集まってきましただよねもうん、まあ,あまりを筆頭にねうんいやもうあまりはひどいよ本当にうーんあまりもそうだしさ、うん、あと何だっけ秘書官だっけ、えー、政務官<な>政務秘書官の,官あの島田うんこの東電改革主導した人ね そんなの入ってきちゃったらさ、うん、やっぱり、うん、原発ちょっと再稼働させちゃおうかなみたいな、まあ、再稼働はいいんだ、うん、ごめん再稼働はもちろん認められてるんだけど、うん、なんか新しくやってみようかなみたいなさもう一個原発作っちゃうってお前の地元に作れよって、うん 広島なんかでお前原発作るぞなんつったら選挙絶対落ちるぜ <laughs> いやーそらそうだよね <laughs> いくら現職総理だとしてもさ、うん、選挙でさ、うん、あの広島県の皆様あのクレかどっかに原発1個作りたいんですけどって言ったらさ即落ちると思うよいやそらそうでしょいくらなんでもしゃれならねえっ<ー>にうん いやさ、なんていうのかな。まあにこれ、日本の原発の歴史なんだけどさ。うん、まあ日本の原発っていうのは、どこに建てられているかって言ったら、うん、これはもう答え一発ね。過疎、うん、地で、うんうん。誰が何と言おうと過疎地に建てられてる。うんうん、で、その過疎地に建てられていて、過疎地の方ではそれをいわゆる まあすげえ迷惑施設なんだけれども、うん、でもそれが来れば金に金が落ちるとる税金がね変、うん、から降ってくるって言うんでまあ仕方なく受け入れてやるよっていうさまあそういう持ちつ持たれつの関係で戦後ずっと来たわけよ、うん、だからあの原発はね圧倒的に東日本に多い。 東日本、または日本海側、うんね。西日本は少ないからね、結構ね。で、まあ、代表的な原発銀座っていうと、まあ、福井と福島だよね。いやー、福井といえばですね、そこの選出された議員様はですね、あの下着泥棒で <laughs>、疑惑があがったあの高木さんですよね。でしょ、うん まああれもだからつまりさ、地元が福井県、うん、で原発ずぶずぶの体質なわけさ、うん、まあだからあれも完全に、なんていうの、あの、まあ、原発推進グループの一人だからね、やっぱね。うん、だからそういう人たちを閣内にいっぱい入れるっつうことは、 自然エネルギーへの転換のスピードが落ちるってことです、ねうん、これまずね。うん、うん。いや、それでさ、これね、原発推進側がとにかくね、その、利用しようとするのは、うん、いわゆるほら、カーボン、えっ、ー、と、なんだっけ。カーボンニュートラルあ。カーボンニュートラルであるとかさ。うん あと二酸化炭素のこのあの排出量どのこう度とかってさうん、うん、これって結局原発推進側はうーんと普通のその火力発電だと二酸化炭素が発生するとかさ、うん、なんとかだから、うん、って言ってそれを理由にその原発が必要だよっていうさ、うん、言い方を、うん、まあずっとしてきたわけですね。うんだから あの2011年の311以前はさ、うん、京都議定書っていうのがあって、うん、でそれがこう各国のその二酸化炭素排出量を決めてやった、うんうん、でこの京都議定書っていうのをもう原発推進側もあのー、もう錦の御旗みたいにしてさ、うん、京都議定書で日本は。 世界の10%ぐらいの排出量をなんとか減らさなきゃいけないんだから原発を動かしましょう、うんあ。そういう理屈をずっと言ってきた。うん、で、今、あの、まあ、もう今、京都議定書じゃなくて、今、新しいものに変わってるんだけど、うん、今はだから、うーんと、そのカーボンニュートラルであるとか、うんえ、いろんな理屈をつけては、だから原発にしましょうっていうさ。うん、<laughs> あののー、世界の 環境保全のための政策が日本では原発推進の口実に使われちゃってる、ねうんでね、うん。で、そのほんとつまりそのなんていうか言い換えっていうか陰謀みたいなことやってるのが経産省。だってあのー。 その自然二酸化炭素の排出量とかなんとかって言ったってさ、うん、あのそのために原発作って原発壊して、うん、これでこの危険なあのプルトニウムとか発生させて、うん、それがさいいやーわ<け>全くもその通りですよ、うん、だってさあの河野太郎ね 核燃、うんまあ、サイクルうんぬんって言ってたじゃないですかいわゆ反原発ですよで、うん、これに関して河野太郎は今回総裁選で岸田さんと、まあ、私有を争ったわけですよで、うん、まあそれでさあの岸田さんはねいや戦った相手もちゃんと徴用したいと思いますっていうふうに言ってたわけよ、うん、で高市さんね政調会長、うん、野田聖子ね子ども庁長官河野太郎広報本部長 えー、高市早苗野田聖子この,このどこ行ったーみたいな感じ <laughs> このどこ行ったーみたいな <laughs> 俺は原発に賛成してるかどうかという基準だけですうんそうなのよこの野田聖子ってさよくわかんねえなと思ったけどさ、うん、あれ原発にす原発に賛成してるのは、うん、電力の安定供給が必要だからって言ってるんだよね、うん、つまり彼あのじゃねえや彼女はほら 自分のの息子さんがあの障害を持っていてい、うん、そのやっぱり病院に入ってる時が長かったんで、うん、万が一停電とかあったら命に関わると。だ、うん、から安定供給の方策として原発は絶対必要ですって言って「いやお前それかなり極端な話だよな」ってね。あのっていうかうんっていうか病院なんてさあのー、あれなんだから。 独自電源とか二次電源持ってるんだからさ、うん、あの例えば、たとえどっかが停電したとしてもさ、絶対大丈夫なはずじゃないそれは地震とかあったら別だよ、崩、うん、れちゃうって言うならさ。いや、もう完全に野田さんがね、病院の電力安定というふうに言うのであれば、分散型にするべきです。うん、なぜかというと、なね、う原発が仮に、え、絶対しこらないと仮定しましょう、今後は。ねでもあのぶ 太い送電線で運ななきゃダメなんだよ原発事故が起きなくっても台風とかでバッタンってあれが倒れたらねいや倒れないインフラは丈夫に作ってちょっと待てと最近和歌山で断水とかあっただろああいう感じでインフラって老朽化していくんだと、うん、だから河野太郎みたいに再生エネルギーねあのやるんだとで重要施設に関しては何か起きた時には 必ず自分でね、電力は賄えるように、太陽光パネルを置けと、な、うんで何だったら風車、ビルの上に建てとけってい <laughs> うん、やってる方が、いざという時はいいんですよ。うん、だよね。野田聖子さ、ちょっと正直、くるくるパワーですよ、デルタ株は弱毒化してるとか、わけの分かんねえこと言うし、残念です、私はいまいちよく分かんねえんだよな。 でもそんなあの程度のそのいわゆる電気、電気っていうかエネルギーに関して、うん、あの程度の知見しかないの。私の私はあの子供が病院に入ってるのはなくて病院が停電したら困るからって、えっ、うん、<laughs> その程度の知見しかないのかあって。残念ながら野田さんは賢くないです。賢くないのうん。がっかり。困ってしまうな。 にさじ<ー>やあれじゃないその小学校とか病院のそばに何かミニ原子炉とかそれは助かり合いと思うけどまあでもねあのー、今回高市さんね会長ですよこれすまあ党のこのまあいろんな部会があってさ原子力まあ電力部会とかさ財政金融部会とかなんか、まあ、いろいろあるやつをまとめて政策に反映させるトップだからね。 まあ、幹事長が簡単に言うと人事と金を握ってるとしたらその政調会長はその、まあ、経営計画を担ってるようなもんですよ。でそこになんでついたかっていうと原発万歳核融合のつくぞとかってもうなんかお前。っていうレベルなわけですよあれは。だよな。<laughs> だから <laughs> 政調会長につけたわけ。でもっと言うと甘利さんはあんなにぐちゃぐちゃな疑惑があるのに 経団連がっって言って言るのは原発万なんだったら新増設したいって言ってるからだよ、うん、だよねまあそうだろうねあ<ー>そんなにやりたいんならお前の地元でやってみろって、うん、お前の地元でやれるややあのやそれを争点に占拠して ててたらら認めてやるよぐらいの神奈川県の大和とか海老名市に原発建てますってった落ちるって絶対。<laughs> <laughs> 絶対落ちる。だよね絶対落ちる。<laughs> それをね、いや俺あのあれだと思うよ。まあそれは福島とか福井のさ、議員は別としてさ、他のんとこの議員はさ、原発作れって勇ましく言うんだったら、うん、まずお前の地元でやってみろ。はい 話自分てめえの地元では絶対に作んないものをさ絶対にこれは日本の日本にとって必要ですとかお前ふざけんじゃねえぞって感じじゃないいやでもねあの例えばそんなね原発放射能まみれ被爆内閣のですねあの岸田政権をですね フレッシュな内閣所得倍増に期待経済界から歓迎の声 <laughs>、えー、どういうことかっていうとこれ G2C にあるんですけども非常経済界では非常にフレッシュで生きのいい内閣戸倉経団連会長多様性を強く意識した夫人桜田健吾経済同友会代表幹事、うん、まあ彼らはねまあほら原発推進派が何人も入ってるからさ、うんうん、それだけで嬉しいじゃん。 いやもう,もうあまりさんを起用するなんてサプライズ核融合炉って言ってる高市さんの番で,で島田政務秘書官いやあのー、原子力損害廃炉支援機構の確か顧問を務めてた方ですからいざとなったらケツまで拭いてくれるんだ政府がもう最高です事故いくら起こしてもこれで安心原発再生やったーみたいな多分今頃それでもうみんなで。 飲み会やってるよ経団連の人たちは。なな。おお。だから菅内閣の方が良かった。だから菅ハリの方がマシだって俺はずっと言ってきたんでしょ。<laughs> まあもうしょうがねえないじゃんいのくっあとプラス野党にとっても有利だった。原発を止めて野党にすら有利になる総理大臣だってなかなかいなかったんだから。 だからすがりをだったのに、<laughs> みんながいじめるからすがりしなったがいなくなっちゃって、うーうー。悲しい。<laughs> あ<ー>、まあ。まあしょうがない。ねまあね、まあ、それはとにかく経済界としてはさ、日本の経済界なんてまだまだ、ね、まだ <laughs> まだ、まだ、まああのー、っていうか、いわゆる経団連っていうのはさ、 まあもう重工長大産業の集まりだからね。本当に何年なんかもういらねえよ。うん、もうちょっとね。うん、あのー、入ってる企業が古すぎちゃってさ。うん、それがなんか日本の企業の代表ですって顔をしてるっていうのが、もうやっぱり日本の遅れを象徴してるよね,ね。うん、うん。まあ、そういうの人たちはさ。 もうねずーっとこうぬるま湯に使ってさ原発あーっと30年ぐらい動かしてーななと思ってやってるわけよ。でほんで事故ったらあ福島みたいに政府がケツ持ってくんねんから東電はいいなーって。なそう思ってんの。でしかも。 刑事に責任問われないんだ。いや、最高<う>です。え、散らばったらん無趣物とか言うわけのわからない理屈で、損害賠償もしなくて、やっと岸田さん、ラブすら消えろって。こうな消えろって。そういうことだよ、今、行われているのは。まあ、そういうことだね。もう中国、こうバカ爆発ろでも,日経もあれ、二経ーキ、二枚割れほんまり。もう。

ねえあと発展途上国とかみたいなね、うん、あれは別として先進国でさ今から原発やろうなんて寝言言,言ってる国なんかないからねはっきり言ってただしね発展途上国とかにねうちの原発いかがですかでいかがですかって安倍さんが売りまくって誰も買ってくれなかった <laughs> いや売りまくろうとしたけど全然売れなかったそうよそれを見て菅さんがこれダメだって思ってたんだよ、うん、もううんとほほほ ね必ず原発売りつけようとしてたけどさ、うん、そんなの前買うわけないだろってっていうかお前事故を起こした国の原発を何で買うんだって発想がおかしいだろうっていうね、うん、でも安倍さんが言ってたのは一回失敗したから我々大丈夫ですがっていやそんなバカねえまあそれはほらやっぱちょっと頭,頭のネジがおかしいからさそういうふうに言うんであってさ相手はそう見てないよ ね、だって他にコンペティターがいてどこも事故を起こしてないのにわざわざ事故を起こした国の原発なんで買うのいやじ一回事故を起こしちゃったからもうこのもう安全安心絶対大丈夫なように作ってあるんですと、うん、えでも安心安全って他の国もみんなそう言ってるよだったら <laughs>、まあ、も,しもし例えば俺がさ、うん 俺はさ、100, あの100億じゃ足りないやあの。500億ぐらい持ってて、うん、原発どこの国の原発買おうかな。うん、迷ってたら、うん、絶対日本の原発なんて買わないよ。絶対買わないでしょ。あれ買うわけないだろ。うん、だって一回事故ってんだからさ。<laughs> まあだからっつってロシアの原発も買わねえけどさ。うん、チェルノブイリ。まあ,あれはちょっと古すぎるけどね、いくらなんでも。 まあね、ほんとさ、あの、あの、今から原発っていうのは、やっぱこう、まあ日本の、その、特に電力事業、事業、またあの、何十年も後戻りさせるんですかって、うん、まあそういう話は、ろくなことじゃないぜ、ほんとに。嫌だな。世界の潮流からまた、何十年も遅れていくよ、ほ、うんとに。 ホホホで、それをやろうとしてって、うん、ご祝儀相場、うんご祝儀相場をさ、メディアのご祝儀相場を期待してるわけだけれども、うん、でもやっぱりあまりがいるから、簡単そうはいかないよね。うん、まあ、あの、高木のお話はさ、 あの話としてはちょっとくすっていうような話だけど、うん、まあ30年前だからさこれあまりさんの本ですうん日本の友字か髪の色が違うよ <laughs> やっぱりあ,あ印刷が間違ったのいやこれ9年前あ二2009年だから12年前の本ですお<う>素晴らしい本書いてありますよ素晴らしいもう本当にもう買ってよかったネタ満載っていう感じで 日本の底力はまず原発からとか書いてないえーっとですね、まあ、あの一番ツッコみどころが多いところはですね、<お>トヨタの社長とか、パナソニックの社長とかと会談してるんですよ。おお<ー>、ね、まあ、ね経産大臣だったからさ。で、21世紀の日本の奇跡に向けて、今必要なことっていうところがあってですね、まあ甘利さんがね、あの高度経済成長はね、日本の奇跡だ ね、私自身は政治家としてもう一度奇跡を起こしたいって言ってるわけそのために何をやればいいですかっていうふうにトヨタの社長にね質問してるわけ、うん、でそしたらね若者を起用することですね老兵はねただ去るのみだとね、うん、そんなおじいちゃんばっかりがやってたらダメじゃないですかっていうふうにこうね、うん、こう言ってて まあ、今の人たち、特に若い人たちにもたくさんの情熱があるけど、それを一つのことに全部注ぎ込んで頑張るとか、自分自身を忘れて一つのことに没入するということが少ないと、これ、トイレ言ってるの。失われた何かを復興するとか、世界にない新しいものを想像するとか、そういう機会を若い人たちに与えること、それが何よりも大事じゃないですかっていうふうに言ってるわけ。で、それに対してマリさんは、答えてないんだよね。ねえ だから要するに、老害を消せって言ってるわけですよ、うん、トヨタの社長は。ねでもなぜか、甘利さんはですねなそれに対して、急に日本人全体がこのまま日本が終わったまるかと心から思うことが大切ですよね、不屈の投資です、一億、そのの玉とか、なんかん、これ、回答になってない,ていまあ、あれだよな、それに回答しようと自分が去らなきゃいけなくなるからね。甘利さん、ちなみに御年72歳、この時点で63歳ですから。 うんだからもうその時点でもやばいと思ったんだよな。<あ>で、それから12年経って、えっ,えっ ?9 年か。え、十二年、十二年、これ本出たの2009年だああ、本出たの。うん、12年経って、いま、うん、だに中枢に言い,い,い続けようとするってさ。はい、お前、だからだめなんだろうって、うんえっ。ちなみにその時のトヨタの社長って誰趙趙、趙不あ。 まあトヨタの社長も変わってるわけでさ。うん、ね。じゃあさ、今トヨタの社長に長がもう一回なるかってなるわけねえだろうって。いうことでしょ。うん、つまり彼ら経営者はちゃんとさ、代替わりしてるわけよ。そしてそのトヨタはうまくいってるじゃないですか。そう,そうそうそう。ね。まあ、オリンピックでまずいただけどさ。うん、まあ、あれは彼らのせいじゃない。うん、って言えば彼らのせいじゃない。 だけど、そういう超一流の経営者にそういうことを言われているのに、それを無視してまた自分が返り咲くって、全然ダメじゃん。はい、ダメなのは知ってるけど、うん、これにしてもさ、ダメなのはわかるんだけどさ、うん、なんで、なんていうのほら、横のそのつながりっていうのは強いじゃん。安倍とか、麻生とか。 だから、丸蹴りただのバカだったらさ、できないじゃん。うん。何かの才能があるんだろうね、やっぱね。あまりね。何なんだろうね。この、悪い連中のつながりっていうのはさ、うん。あのー、ずっと持ってるじゃん。うん。うなんか、そういう才能は認められてるんだろうな、やっぱな。うん、何かあるんでしょう。うん。だから、今回も、 なんていうの実質的にはあまり内閣だなんて言われてる、うん、言,言ってるね、新聞社もあるぐらいな、うんですよ。うんうんうん、ってことは、何かやっぱり一応、何かの力はあるんだろうなーっていうね。うん、だ言ってることはやっぱりめちゃくちゃだからさ。うん、だから今回のこの、ほら、今回の疑惑もさ、野党は国会来て予算委員会で説明しろって言ってんのに。うん いや私はちゃんと説明責任果たして,果たしてないから、うん、睡眠障害で2016年ねこれどうなってるんですかとかって追及されてで「あー睡眠障害が」っつって国会その間ずっとサボってましたよだよね、うん、だから野党の質問に対して答えたことまともに答えたことなんかないんじゃんないよね あのいやというかそのいわゆる質疑応答としてはね、うん、だって質疑応答しちゃったらさあやばいでしょうよあんた大事にしてお金もらったのって言ってええー、っとようようようかんだと思いましたようようかん <laughs> だと思ったんですけどこ,こういう写真ありますよねっ,っ <laughs> v 中が出してますけどこれ受け取ったんですよね秘書も受け取ってますよねどうなんすかっていや 事件性はない、いや事件性がないかあるかっていう話じゃなくて、お金もらったかもらってないかっつう話なんですよっていう話たら口利きしたんですかって、あっせん利得罪じゃないんですかっていう。うん、ね。うん、俺結構厳しいからさ。ずっと逃げ続けるしかないだろう。うん、大臣室でお金もらっちゃったってことは事実なわけね、うんうん。そこに、 その結局ほらつまりあっせんとかそういうことにはなってないから起訴されなかったっていうことになってんだけどうん、うん、えってことはさお金あげげたた方はげたぞんあそうですよ,よ、ね、そうですよで今回のやつはもうちょっと細かく言うと1回目口利きをお願いしたんです UR 問題で。 で解決しただからすいません、もう一回お願いしますって言ったらいいよって言ってお金もらったんだけど何もせんかったからざけんじゃねえよって言って暴露されたんです。これはまあ、むかつくわな <laughs> あ。あまあ、そりゃされるわな。うん、で、金が渡ってることは事実だからさ。うん、うん。それは紛れもない事実なわけじゃん。うん。 もらってないとかっていうさ話じゃないんだよこれ、うん、もらっちゃってんだぜ、うん、<laughs> もらっちゃってるけどもらったけどその金をもらった対価、かうんあまり何かをしてあげたかというとしてあげてなかったんで罪に問われてないっていうさ、うん、それもっと悪くねえかもしから お金だけもらっちゃったってさそれお前もしかしたら詐になんじゃねでしかも何もらっただけでやってないっていうふうに言ってるけどやってくれるって期待して渡したんだけどっつって VC に暴露されてるわけよ <laughs> だから話がおかしいからさそれだけでもねあーのーなんか 臭いことをやっても大丈夫な理由は原発利権だからですよ。ああうん。国民を被爆させると。なんか国民被爆させたって代わりはいくらでもいると思ってるわけよ。少子高齢化が大事ですとかって言ってますよ、岸じゃないか<や>。いえ。なんて言うかな、まあまあいいけどさ。うん まあだから今回、ね選挙でさ、野党誰だっけ兄、うん、さんだっけ小池さんだっけが言ってたのはまだ何もやってねえのに、あの味もわかんねえのに、この出前食えって言われても食べれませんよって誰か言って <laughs> なるほどね。うまいこと言うなと思って。ねえね。うーん、いくら,らんう何もやってねえからな、うん。 まあだからやっぱり御衆議が御衆議って言ったってあまりの問題があるからやっぱり大手の新聞もさもろ、うん、手を上げてさなんかこう働き働きもの内閣とあとはなかなか書けないよねうんうんやっぱりこれは大きいこれはボディーブローのように聞くよだ,、うん、だからいきなりスタートして御衆議相場なしという可能性だってあるよ で、ほら、株価が下がってて、うん、あのー、広大爆弾がもしかすると破裂するかもしれないわけです。うん、そうするご祝儀どころの騒ぎじゃないよね。うん、で、あげくのあてに、なんでこんな大変な時に選挙やるんだってう。<laughs> <laughs> ありえます。分。かもしれな,<分>ないですよ、うん、で、 なんだっけえっ、ー、とその10月の31日ぐらいにさなるとさ、うん、もしかするとまたひょろっとこう感染者が増え始めてたりするとさいやー分かってんだたけど国民の不安が出てきてさ表吉東の地平線に小池なる何かが、うん、<laughs> ファーストの回 いやー <laughs> だからだいぶ引っかけ回されると思うよ今回のやつはだけどさファーストの会らに厳しくなったじゃんだってほら時間ないもん時間ないけど、うん、ある程度下手するといっかもなえー、そうなのだってまああのー、現状さファーストの会がなんかあれを、うん、えっと候補を立てられるとしたらすで、うん、にあるところをどっか飲み込むしかないんうん あのつまり例えば維新みたいなところとかさ、うん、令和とかさ、あとはそのなんだっけ、<laughs> えっと、上田元知事がやろうとしてるさ、うん、なんかね、あのー、無所属の議員を集めてのなんとかとかさ、うん、そうじゃないとさ、東京であの25区全てにあれ立,て立たせるなんて絶対できるわけないよ、今からやって。まあ、小池さんのね、 この,の,店のでそこにね、うん、まあそこにほら、うん、小池が立つと、あのー、いきなりさいきなり落下さんでわっつって降りてきたらさうんあそれは違うけどね、うん、あのー、なんだっけ木村さんだっけ荒木さんあ荒木さんだっけうん、なんかねあの人もなんだか 本来いまいちこう、うん、政教のおばちゃんなんだか政治家なんだかよくわかんねえな、みたいな。政教のおばちゃんに失礼ですよ、おまさん。<laughs> いや、でも、あのー、小池さんはさ、前もトミーファーストボロボロだっていうところからさ、盛り返したじゃん。うん。あの人は油断できないよ。だね。うん、だから、だからさ、来週あたりさ。うん 物価落ちるわ、高台吹っ飛ぶわ。また少しなんかこう感染者にうらんって言って、岸田が、ああ、どうなってんだ、わあ、もうどうすんだよって言って、こう東の地平を見たら、なんかこう、のそっとこう、黒 <laughs> <が>い影が。<laughs> のそ。いや、緑色の影です。あ、緑色の影が。<laughs> 怖い。<laughs> まさに。 乱世の勧誘と勧誘とはまさにこれかっていうさ残念まあその可能性ゼロじゃないけどそういう人にとってはマイナスポイントが立ってる時に、うん、<laughs> まるでそれを喜ぶかのように立ち上がってくるっていう、うん、怖えな本当になんかこう <laughs> まあ小池さんっていうのはね、うん、そういうところはうまい人ですよ。ね。う,ん、うん。すごいよ。まあ選挙をやる人間にとっては絶対的に回したくない相手だね。うん、うん。間違いない果たしてだ。果たしてだから誰のプラスになるかもよく分からんけど、うん。いや、まあ野党にはあんまりマイナスにならないと思うけどな。 うん、うん、だって小池さんってウルトラ保守的な考えじゃないですかどちらかっつーとうとそうねうんでそれって野党を食うというよりかは自民党を食うっていう感じだと思うんですけど、うん、まあそうだよ、うん、まあとまあとりあえず自民党にとってはプラスにな,な,、うん、ならないならないだからあんなにいつも嫌がってんだから小池さんが出てくる、うん、かわいそうにああ出るかでもな オリンピックの時出なかったしなんあんだけ期待を期待を集めておいてさまあでもそれ関係なくあまりさんがいるあと細かいけどドリルや小渕もいるいろんな意味で <laughs>、えー、結構おご主義のうが無理じゃない<ー>これもちょっと無理そうだねう,ーんうん株価も下がってるしうんやっぱちょっと と無理な感じがしてきたぜうん、うん、あいくらな子供もがどうしただっつったってまだ影も形もねえしさ子供もだけでは無理でしょう、うん、いやもうもうすでになんかさなんか外側だけでも立ってるっつうんなら別だけどさ、うん、何もないじゃん子供もだけで勝てるとはとても思えませんうん ちょっと厳しいいよねはい、まあそんなわけで今日はですねだから菅さんを <laughs> いじめたらあかんかったんよもう放射能を止めてさらに人気もないなんてさ政権地球環境にも優しくて政権交代も起こす可能性があったというですね。 金でバレに見る大チャンスだったのにまあもうしょうがないいなくなったからねあの菅さん私は菅さんのこと好きですよ元内閣総理大臣という形でですねうちの番組出てみませんか <laughs> はいえー、まあ冗談はさておきですねあの今日はですね、えー、本間さんとまあ、原子力について語りました本間さんの専門の分野の一つでもありますからねあの是非ねあの本間さん応援するためにもね あのひとつき万冊にカンパそして本間さんへっていうふうに言ってくださいということで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくよろしくお願いします